皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回紹介するのはこちらです。生きない、1998年の作品です。監督は清水博士。この監督は北野武の、助監督をずっとやってた、方みたいで、その後もですね、エッキズリターンの続編みたいなのを作ってますけど、その後も特にあまり、撮ってないですが、この作品をですね、脚本と主演がダンカンなんです。だからもうダンが大きく出てますけれども、それとはまあ、感じの作品ですけれども、出演もですね、大河内奈々子、尾身俊則、村野武則、温水雄一、相田一平ほかで、まあ、先ほど言いました主演はダンカンです。で、まあ、テーマって感じですけど、まあ、こんな感じですよね、ビン。それなりに、なるかな、っていうところです。まあ、変な書き方ですけど、もともとなんかこの、生きないっていうタイトル自体もですね、生きる、の、黒沢明の監督のこの生きるのパロディ的なタイトルの付け方ですし、その、清水博士監督もですね、これ、見るとですね、非常にこの、たけし北の映画にそっくりな感じですね。北のブルーの画面だったりですね。これ舞台が沖縄なんですけれども、北のたけし映画で沖縄って言うと、やはりですね、ソナチネとかですね、3対4X、10月とか、馴染みの深いところですけれども、そうした、北のたけしの、こう、映画の舞台をいろいろ使いながら、また、ダンカンもやっぱり、たけし軍団の一人ですから、まあそういったところでいろんな、それなりな感じがこう満ち溢れてるわけですけど、これ、出演者もそうなんですよね。こう、大河内奈々子はまあ当時のまあ、若い女の子であれですけれども、他のですね、尾身俊則や村野武則っていうのは、まあこれ、昔は主役を張ってたような、役者さんですけども、最近そういうのは、なくて、もうサブカヤラとして、活躍する。有名なバイ、名バイプレイヤーになってますけど、他にも、温水雄一や相田一平という、この辺のバイプレイヤーぶりっていうのも、すごく、優れてるかと思うんですけど、そうした人たちが、活躍するのがこの作品の面白さなんですね。ですので、昔で言うと、まあ、トラさんの、と2本立ての時の裏でやってた2本目の作品とか、そういった方の、力の抜けたような作品になっていますが、意外にこれが面白いんですね。物語はですね、もともとこれ借金をしてですね、もう首が回らなくなった人たちを集めてですね、その借金を返すためにわざと事故を起こして、その保険金で借金をチャラにしようっていうようなツアーをそのダンカンが考えて、そのツアー客を集めるという物語なんですけれども、そのツアーをいざ行くとなった時に、これ、何ですか、間違えて大河内奈々子が来ちゃうんですね。この子はもう全然、死ぬ気なんてないんですけれども、普通の沖縄ツアーとして、初日の出を見に行くツアーだったんです。それを、間違えて来ちゃうわけですね。それで、結局、まあ、みんなが死のうとしてる中に、一人だけこう、元気にこう、本当に、この旅行を楽しみに来た人が来ちゃってですね、まあ、なんとなくこう、みんなの、雰囲気が、今まで重苦しかったのが、だんだんちょっと楽しくなってくるわけですね。で、あんまり楽しんじゃって、なんかこう、今から死にに行くところ、なんでみんな楽しんでるんだ、なんつって、この、ツアー客はですね、ダンカンに怒られたりもするんですけれども、そういったところがですね、非常にこう、今まで死のうとした人たちがこう元気になる様とか、この辺のギャップが非常に面白い、描かれ方をしてるんですけれども、そういった先がいろいろあって、非常にこう、当初考えたことと違う方向にみんなが、また動きが変わっていきます。要するにこう、みんなもう死ぬしかないなと思ってたところでですね、この奥になる子の元気な、女の子が入ってきたおかげで、なんとか活力を得て、俺らは頑張れるんじゃないかみたいなことを思うんですけれども、それがですね、最終的にどうなるかっていうのが意外にね、すごいどんでん返しが待っています。こちら、なかなかこう、期待してみるほどでもないんですけれども、なかなか期待しないでみると非常に面白いといった、この、肩の力抜け具合が非常に面白いと思います。ぜひご覧になってください。生きないです。